どうも皆さん、こんにちは、こんばんは。おはようございます。節約大臣でございます。ポンです。よろしくお願いします。あ、こんにちは。どうも。あれ、ポンちゃん。はい。今日違うね、いつもと。そうですね。はい。いつもみたいにベッドが見えないしね。ちょっと、はい。札幌にいます。はい。いいね。本当に。札幌行ってんだ。すすきのの夜ですか、今日。はい。いつもと逆パターンですね。そうだね、俺がどっかからみたいなパターンが、教授が。今度はあれ、はい、シルクのツアーの関係でみたいな。そうです。ツアーに行ってきます。うん、でも、ちょっと前乗りしてます。前乗りしてます。こんなに早く行っちゃって。やる気が満ち溢れてますね。はい、そうです。もう気合が違うんで、はい、頑張りたいと思います。ね、はい、じゃあ、週刊新馬展望、始めていきますか、今週も。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、いよいよ開催があるですね。そうなんですよね。札幌は先週からなんですけれども、新潟と札幌の2乗開催ということで、今週は6レースあります。2乗開催か。そう。でもさ、はい、新潟になった途端さ、あらかじめ言っとくけどさ、サンデーレーシング多くね。いや、本当そうです。あと、もう本当、ノーザン系が多いです。もうシルクもあると思うし。ノーザン多くね、やっぱ。で、あと、珍名馬で盛り上がってたんですけど、珍名馬少なくなりました。そうなんです。下がったんだけどさ、急に。そうなんですよ、ね、本当。選手もびっくりしたもん。ピンちゃんブラック、こんな強いのかと思って。いや、本当に楽勝でしたね。楽勝も楽勝でさ、またジョッキーのコメントもさ、うん、僕は何もしてませんみたいなさ。下がっただけらしいです。ということで、珍名馬も少ないですしね。はい、まあまあ、ただ何かあればちょっと口を差し挟んでいければなと思いますので。節約大臣。よろしくお願いします。ということで、どっから行こうか。まず、うん、驚いたのが、うん、やはりその暑熱対策であるので、あ、そうね、はい、最初に取り上げるのが新潟のレースなんですけれども、うん、7月27土曜日、新潟2レースなんですよね、新馬戦が。あ、未勝利ですか。2歳。シンバです。シンバ未勝利戦じゃないの？2歳未勝利とか、障害、はい、障害未勝利。シンバ1400m です。はいはい、シンバ戦2レース何時からですか？10、あ、でも早いんだっけ、10時ぐらいからなんだっけ。あ、ちょっとだけ早いですね。でも10時5分発送でした。1レースは、いや2レースです。そうだよね、だからやっぱ30分ぐらい早いんだよね、と。1レースのこのレースから早速行きたいんですけど、やっぱりこのレースはやっぱ大入り袋でしょうか。早速見つけないでください。大入り袋。大入り袋ですよ。大入り袋ね、懐かしいな、大入り袋とかね。ちょっとあの会社でさ、いいことがあった時とかさ、なんか、はい、あとあれ、もともとあれか、違うな、大入り袋って何？相撲とかでもある、あれ満員御礼で大入り袋出たりしないの、相撲って。いや、ないっす。ない。場面の意味、大入り袋って書いてます。大入りの時になんかちょっと陰一風というか、ちょっとお祝い、うちの会社とか。いいっすよ、そんな、そこ広げなくて。大丈夫？広げなくて大丈夫？大丈夫です。すいませんでした。はい、おかしい。姉御肌の。で、また姉御肌の方です。姉御肌の岡浩二さん。ね、あの、サンデーヒルズの岡浩二さん。で、クラブバー。クラブバーでした。で、まあちょっとごめんなさい、ちょっと先に言っとくと、僕、木金にツアー参加するんで、あの、うん、木曜日最終確定する前にちょっと編集が終わっちゃう関係で、もしかしたらこの今バーンってなってるところに実際出ない馬もいるかもしれません。申し訳ございません。そちらはご了承ください。あ、そうだね、大入り袋で大丈夫です。大入りです。大入り袋で大丈夫。ありがとう。で、この4頭で注目馬はカルミアクラウンというシルクの、2000万部種の里のクラウン3区ですね。いや、だからさ、もうこの馬も里のクラウンの命運を握っていると言っても過言ではないわけですよ。確かに両血というかラスティックベルの品系で力入ってますよね。そうでしょ、だってさ、サトノクラウンつけてますから、自分の繁殖に今年。ああ、そっか、頑張ってください。それもサトノクラウン、カ、うん、スティエラちょっと尻すぼみになってますよ、大丈夫ですか。あれですよね、はい、あの暴れる投稿ビオラ。昨日見ましたよ。有名になってきた投稿ビオラ、ちょっと気象が穏やかでないということでね。いいですよ、これ、それがもういい闘争心になりますからね、はい、お客様。お客様、いい闘争心あります。違う、違うんですよ、いいです、うちのビオラちゃんはいいんですよ。
この馬は追加募集の馬でして、追加募集なのにもうこの時期にデビューするっていうのはやっぱりすごいですね、うんうん、今年の追加募集はアーリードローといい早期デビューができて、これちょっと欲しかったんですけどね、うん、まあ予算の関係上、まあ予算の関係上でこれかなり安い馬なんですけど、ただちょっとやめました。シルクが多いのか、次ももう一頭なんですか、シルクをあれするんですか。はい、もう一頭、はい、シルクバレードラパンというシルクの3000枚募集のモーリス・サンクですね、うんうん、はい、母クードラパンということで、母母がルシルクということなので、うん、まあ、その近親のところにグランシルクでしたりとか、うん、まあ、あともうちょい言うと、はい、あのブレイクランアウトとかもそうなんですよ、ね、ああそうだね、旧旧近景だからってことだよね、うん、もうちょい行くとそんな感じ、はいはいはい、結構期待がかかってる、そうだ、ね、ルメール、そうですそうです、ジャスティスじゃねえや、ギャロップに乗ってます、ジャスティスってなんだよ、ギャロップですギャロップに乗ってます、バレードラパン、あとカルミアクラウンも掘り上げられてるね、注目は、うん、そうですね、まあまあまあ、はい、あのおばあちゃん使って出るんで、シンシンクロノジェネシス、ノームコア、フタチリシャール、ノームコア、まあ、っていう感じで、今シルクの注目馬になってます。次行きましょう。はい、ちょっとちなみになんですけど、うん、これ4頭のうちシルク2頭取り上げたっていうので、この日ツアーやってるんですよね、それこそ。ああ、そうそうそう。じゃあこの出る日ね。はい、うん、はい、で、募集やりあるのかなと思ったんですけど、このお母さんどっちもいないんですよね。うん、いないね。いやでもシルクの馬が勝つのが大事なんじゃないの、そこで盛り上がるんじゃない、それは間違いないと思います。じゃあ次行きますか。はい、行きましょう。次はその新潟の3レース、ダート 1200m のレース、はい、クラブ馬3頭います。注目馬はリッスンクロースというキャロット2400万星のルヴァンスレーブ3区ということで、うんうんうん、これはお母さんセレナズボイスっていうので、おばあちゃんがザガールインザットソングね、なので おばにシングザットソングがいるっていう結果です、うん、レポートを見る限りやっぱゲート難っていうところがあるので、新馬戦割とスローペースになりやすいので、ちゃんとまずゲートを決めれるかっていうところがポイントになるのかなとか思ってました。そうですね、まあでもダート1200ですからね、だからよくゲートはそうですね、余計スローもクソもないだろ、1200だからまあどんどん出ろよみたいなね、そういうやつ、うん、あルヴァンスかルヴァンスの命運を握ってるわけね。でも今ルヴァンスレーブまだ勝ってないんですけど、あの一番だから頑張った馬が滝登りですね、あの2着のだから今のところ代表作滝登り、滝登りですね、はい、それはあったでしょ先週ちゃんとやりましたね、滝登りを超える活躍をリスンクロスには期待したいと思います。そうですね、ちょっとそろそろねノーザンの馬も出てきて、まあ白老だけど頑張ってください。次は札幌5レースの芝 1500m で、はい、こちらはクラブは4頭登録してまして、はい、注目馬はアルハイルフォートというサンデーの8000万円募集のフランケル3区ですね。え、過半が半がじゃないのそれ絶対言うと思いましたイヤホン落としちゃいました過半が半が過半が半がでしょ俺これ調べちゃったからね、これ過半が半がってなんだよと思って、しかもお前これクラブかよと思ってさ、来たらおいみたいな、しかも父ピナツボ火山ってお前過半が半がギャロップにとっても採点7ついてますからね、調教良かったらしいです。じゃあアルハイルフォートの話なんですけど、そっち行っちゃおうね、はい、フランケル、あっバディハッタじゃんこれ、あ、わかります、ちょっと待って、俺が欲しかった馬ですよこのまま、あー、はい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 、このまま僕が買いたくてね、買いたくて買いたくて買いたくて実績ないよってなんですね、はい、そんなに人気だったんですね。俺さツアーでめちゃめちゃ評価高くてツアー人気して、それで一気にガーってしちゃって、うん、俺もその第2アカウントの第1で出そうと思ってたんだけど、このままを買えないところまで行っちゃったから、それで社内のジュリエットシアトルに変えたんだよね、ドラメンテにね、同じ200万、今年もつけてきました、もうサンデーに払いました、社内に払いました、そっかなのでこっちが変えていればここでデビューみたいな感じになってるんですけどね、はい、決闘的にはアイルランドダービー勝ちのサンディエゴっていう馬の判定になるし、あとヨークシャーオークス、うん、ベルメイ賞3着のラジオコンドという馬の前提になったりとかし、海外では結構活躍してて、しかも距離が長い中長距離ぐらいで活躍してるんですけれども、その全身規制が旺盛みたいなので、うん、1500でデビューするらしいです、うん、でもさケープクロスとかってさ、あれ待機シャトルと一緒に走ってた馬じゃないの、あれあのヨーロッパで、あーなるほど、はい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 、ねえ、まあだからなんだっていう話なんですけど
言いたいだけみたいな。俺はすげえ注目してますよ、この馬には。だから去年の種馬候補だった馬です。まあ、あとノーザンダーさんの 4×5×5×5×5 っていう、なんかちょっと力技の 18.75% っていうのがちょっと面白いなと思いました。すごいね、すごいね、奇跡の結晶になってるね、一度ね。そうなんです、 18.75 ね。力技ですけど。力技ね、 4×5×5×5×5 っていうね。すごい。俺なんかポンちゃんバグったのかと思った。5×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 
目してる。まあ、だから洋芝でデビューさせるんだね、じゃあ。うん、まあ、確かにフランケルといえば、洋芝なイメージはありますね。注目です。大注目です。負けたらね、本当、笑いますよ、俺。笑, , 笑っちゃダメですよ。,笑っちゃダメです。すみません。欲しかったよ。次行きましょうか。これで土曜日終わりで、日曜日に移ります。はい、日曜日、新潟サンレースの芝 1800m に、こちらは3頭登録がありまして、全然面白い名前の方がいねえな。そういう企画じゃないんで。違う。新名は展望じゃなかったっけ？クラブ馬の。こちら、クラブ馬3頭登録してまして、うん、注目馬がカラマティアノスというサンデーの5000万円募集のレイデオロ3区です。来た、レイデオロ。今週さ、なんかレイディオロのさ、なんか強そうな馬、2、3頭いたよね。そうっすね、クラブ馬じゃなくてもちょいちょいいます。これ、まあ、もちろん、レイディオロの命を握っているんですけど、両欠で、バラダセール、バラダガールと、バラダイスですね。で、お母さんのダンサールっていうのが中央を参照している馬でして、秋華賞まで出た馬なんですよね。G1 の馬だった子だよね、この。そうです。ダンサール、ノーザンセレさん G1 だから、やっぱそれでね、週刊誌も出てるでしょ、うん、やっぱり G1 はノーザンさんを狙ってください。もうそうですけど、また来年覚えてる。また来年。来年、また来年狙ってくださいよ皆さん。あのさ、全然話変わるんだけどさ、いい、はい、急に、はい、先週の被災の面影、五代母被災っていうコメントもらってたで、ね。あ、ありました。面影かと思って、しかもさ、いじるような馬じゃねえだろって言われてさ、ちょっとなんかドボンってなったよね。いや、面白いじゃん、被災の面影。雲一つない。雲一つない、三着だとね、そんでね。雲一つないは、うちのグリスタンに先着をしてしまいましたね。そうだったね。しかもさ、あれ、ブラーノの子じゃん、あの雲一つないは。あー、あのユニオン。ユニオンで、はいはい。そうそうそう、結構、ゆかりのある馬だったっていう雲一つないでした。あ、ごめんごめん。で、次で、はい、じゃディアナザールというサンデーの7000万円募集のロドカノラ産駒、母ドナウブルー、はいはい、まあ本当言うことない決闘というか、母ドナウブルーからの母母ドナブリーニで、もうおばにジェントリドンナがいて、でドナウブルーの子供にもドナウデルタイシュトバーンとかがいてっていう、もうなんかサンデーの歴史を築いてきたような、そういう決闘、ね、ドナウブルーもね、毎年人気なんだよね、サンデーでね。うん、ですね。だし7000万円募集ですけど、まあそれぐらいするだろうなっていう感じですね。ちなみに、あのさっきのさ、カラマティアノスだっけ、ポンちゃんがメモにさ、レイデオロ復権へって書いてあるけどさ、いや最初から持ってねえから、はい、復権っていうのは復権していくってことだもんね。何時も頂点に立ってねえからな、レイデオロはまだ。なんだ復権って。すいません。びっくりした。ちょっとそれだけ突っ込んどこうかな。ちょっと言われてみればそうでしたって、でもなんかあんま良くないけど。まだダメだ。レイディオロがこうね、今からこう成り上がりの道をこう、成り上がり違うな。いよいよ本領発揮というか、東京の発揮。回転7というか。そうですね。だから、あのこの3で今2頭紹介したんですけど、うん、どっちも調教すごい動いてるらしくて、うんうん、でこのディアナザールに関しては斉藤先生が言うことなし素晴らしい動きだってお話してるんで。そういう場合にコロッと負けるの何回も見てるからな。いや、まあこれはもうちょっと応援したいと思います。いいですか、次に行きますか。行きましょうか、はい、次が新潟4レースの芝 1600m で、はい、こちらはクラブ馬が4頭登録してまして、こちらは注目馬としてはプロカでしょ。ストカストカいたわ。ストカもうハンターハンター好きとしてはもうたまらんですよ、これは。ちょっとわかんないです。広がらないですね。広がらないです。広がらないです。レッドチリペッパーの品系ですから。ああ、
とかは、はい、ちゃんと調べてください。一応ね、一応なんか走っちゃったからさ、先週とか、はい、先週とか確かに一つの3着だったし、だからなと思って、ひそかダメだった、通じなかったんで、いや、いいです、すみません、次行きましょう、こんちゃん続けて、ひそかだったよな、みんな。コメント欄で分かる方、お願いします。お願いします。ブロックレイヤーというサンデーの4000枚募集のエピファニアさんです。こちらは和牛さんの出資馬でして、売り上げなくていいやつじゃない？いやでも前回 YouTube のコメント欄でやったんですけど、僕が見落としてたんで、今回DM をいただきました。相変わらず俺には DM 来ないけどな、誰からも。なんでちょっとさすがに見落とすことはできないということで紹介させていただきます。前回新馬鹿にしたんじゃなかったっけ、前回も。そうですね、G1 の。なんなの、早いじゃん、デビューが、和牛。確かに。40口で1投目、下手したら2勝するかもしれないですからね、ここで2勝目。俺なんかあれだぞ、期待のプリモシークエンスとマスカレードボールが同じレースでデビューするかもしれないっていう、なんかとんでもないことない。やめんな。そんなことになるかね。それは大変ですね。大変だよ。うん、めっちゃ嬉しそうやな。いや、嬉しそうじゃない。いや、嬉しそうやん。そうなったら大変ですね、小林さんみたいな。おい。で、この馬も実は、母がライラップスなんで、さっきのカルミアクラウンと一緒なんですよね、ラスティックベルの品系。あれですよ、ノームコア。ノームコアっていう名前聞きたくない、俺はもう。なぜか、なぜかですよ、なぜか、なぜか、なぜか、なんででしょうね。で、あと、阪神にテウメッサーがいまして、うん、まあ、これがあれですね、亀山さんの出資馬、うん、はい、そうです。テウメッサーも桜花賞出て、うんうん、まあ、ただ、ダメでしたけど、その後一勝クラス普通に楽勝してるんで、能力はあるはずなんで、うん、そういう期待の持ってる繁殖だと思います。よかったね、和牛ちゃん。今回は取り上げます、すみません。前回は次じゃあ札幌ですね。札幌5レースの芝 1800m なんですけど、ここすごいんですよね、はい、もうなんかめちゃくちゃ登録もしてるし、うん、しかも期待馬が多いんでちょっと多めに取り上げたいと思います。これだよ、ウィズマスタングが出てくるレースはこれか、小林ウィズマスタング、うん、そう、でもなんかすごい、なんかコバ3勝クラスを寄せつけずって書いてあるよ、調子がギャロップの評価めちゃめちゃ高いんだけど、はい、なんかすごい期待馬が多い、期待馬が多いのにウィズマスタングが勝っちゃう可能性がありますよ。レイデオロの命運を握ってますよ、はい、復権、レイデオロ復権、復権応援します。僕たちはレイデオロを応援してます。注目馬はウィン・ベラーノという1900枚募集のウィン・ブライト3区です。カタログをね、ちゃんとウィンが出るということで、あ、ポンちゃんの注目馬にこれ入ってなかったんですよ、最初。だから僕が無理やりカタログをスクショ入れて、こう出したから、ここで紹介されるんですよ、皆さん。皆さん。俺の歌に。これ、ポンはこれ入れてなかったんだから。いや、ウィンがデビューするのになって、そんなカタログであんな YouTube で悪口言うなよとか言ってくる社長のところがさ。でも言うしかないじゃないですか。見てください、このカタログ。母父老日陰名の硬さもないですし、硬いんかいっていうね。僕の周年ニックス、硬いんかいっていう。硬い割にいっぱいつけてます。父、ウィンブライトは香港の地を2勝しています。香港と中山だけでしょと思われますか。思ってねえよ、そんなこと。あるんじゃないよ、もう。まあ、とにかくウィンブライトはすごいですと。戦ってきた相手もすごい。クイーンエリザベス2世ステックスは、エグザルタントリースブラッシュに勝ってる。中山記念も、G1 が5頭、すごかった。あとはステイゴールド並みの遺伝力があるかどうかです。そこが大事。本場をご覧ください。いい馬です。でもこれですよ、やっぱり。いい馬です。いい馬なんでね。いい馬ということでね、芝の中距離で活躍してくれると思いますっていう、まあ一応ここで通りのデビューだよね。うん、そうですね。次に行きましょう。エレガンシアという疲労の5100万募集のルーラシップさんですね。高いな、すごい高いです。三着死亡集でキングエルメスとかパラスアテナとかの販売になりまして、うんうんうん、ゲートがめちゃくちゃ速いっていう情報があります。コズメイメイ並みにフライングしちゃう。そんな速かったらもうやばいですね、もう。モズメイメイ今週アイビス出ますけど、ね、ああ、もうあのゲート見せてほしいですよね。いや、もう時間ないから、ちょっともう、はい、本当に今回余計なことばっかり言うから
僕よりたまに行ったら、まあ、あとはパラスアテナが今年の4月に亡くなってるんで、その亡くなったお姉ちゃんの分まで頑張ってほしいなと思います。うん、もう一投してください。いろいろ後が詰まってる、はい、じゃあはいはい、じゃあ最後、ロパシックというシルクの5000万円募集のエピファネア産区でして、この前あれだよね、コメントももらってたよね、ロパシック。そうですね、はい、先週の動画でアメンボさんが、来週ロパシック取り上げてくださいということでご紹介させていただくんですけど、実は他にももうたくさんの僕の知り合い、マッピーさん、シュキオさん、花おじさんと本当たくさんの方が出資している馬です。で、まあ鶴丸ワンピースということでご存知の方多いかとしれませんが、ブラストワンピースの販売で、この鶴丸ワンピースってお母さんがもう亡くなってまして、で、うん、最後の産区がシルバーステート産区、今の1歳なんですけれど、この前セレクトで1億4300万円で落札されたということなので、だからクラブっていうかシルクで鶴丸ワンピースの子供を、うん、この馬が最後っていうことなので、シルクのやっぱり歴史を築いた繁殖だと思いますので、最後も産区まで頑張ってほしいと思います。もうマッピーサワコンビ大絶賛の馬でしたからね、この馬はね、はい、楽しみにしたいと思います。お前らの化けの皮が剥がれるところを楽しみにしてるぜいやそういうところじゃないです。じゃあしっかり勝ってくるところを楽しみにすみません本音、いや本音じゃないです、ついちょっとあの言っちゃうんです、嘘ですかね沢さん、あ、そう、そういえばあの木曜日沢さんとツアー行きますよ。あ、本当、うん、うん、いらっしゃるみたいな。馬が暴れると守ってくれるか、川田優雅みたいに守ってくれる川田優雅ディフェンスする、あの表彰式馬主守るやつ、あー、あれか、あれやつことか主教さんとも飲みますね。おー、俺本当はね、行くはずだったんだけどね、シルクのツアー時代ちょっと受けなくなっちゃったんでね、ごめんなさい、しきちゃんごめんねあ、なんかポンちゃんあとおまけがあるみたいで、あ、そうだ、あとごめんなさい、あの未勝利を取り上げてほしいですっていうので、今回ちょっと試験的でもありますが、1頭だけ、土曜日の新潟1レースの2歳未勝利、芝 1800m にあのエンブロイダリというシルクの3000枚募集のアドマイアマーズ産駒が出走します。で、これ府中の開幕週の時に取り上げたアドマイアマーズ産駒でミリオンローズが勝って、エンブロイダリが2着で 0.1 秒差あったんですよね。で、3着がクライスレリアナだったっていう、もうなんか伝説の新馬戦の予兆みたいなのがあるようなすごい新馬戦だったレースですね。さっきシルクの募集のツアーの日に母親違うじゃねえかって言うんですけど、これロッテンマイヤーがお母さんなんで、はい、今回いるんですよね、シルクのリストにロッテンマイヤーいるんで、これが募集やりなんじゃないかなとか勝手に妄想してます。なるほど、俺のゼーゼマンの妹ということですね、じゃあそうですね、はい、期待しましょう。ミリオンローズって馬主さん誰だっけ、誰だっけ忘れました。でもこれも万ビアなんですよね、確か。いや、そうなんですよ。何持った、何持つと思う、ミリオンローズの馬主さんの代表馬。今ちょっと調べて分かった。今日3回目の、今日3回目のノームコアス。ノームコアやないか、ま、頑張ってください。エンブロイダリー頑張って。ここで勝って、ミリオンローズに勝つんだ。ということで新馬戦展望ありがとうございました。また来週、うまいな、ま、まあ、なんか忘れてないですか、そう今週のモスクロスターのコーナー、まあ、お待ちかねです。はい、もういい加減に、ね、はい、ネタがないんですよ。でもね、はい、モスクロスターね、はい、まあ、ご存知サンデーレーシング、ハーツクライズ3区、最後の世代、一口250万円1億円募集、素晴らしい馬です。1000馬になりました。で、動きがないですあれから今週何話すんですか、コメントの更新がないのよ、なかなか。本当に。で、行っちゃうともう2週間に1回とかだったし、確かに。20口なんだな。ということで、何かネタないかといろいろ調べてですね、そう、今さっきね、伝説の新馬戦の予兆というキーワードをいただいたので、僕も調べましたよ、あれからすぐ、うん、伝説の新馬戦を。モスクロスターが出た新馬戦、去年の、ね、9月2日、新潟芝 2000m の、新馬戦で、モスクロスター7着だったんですよ。うん、モスク6頭先着してるってことはもうこれ伝説じゃないですか確かにね、これから来年の新潟大賞典を勝つモスクロスターに6頭が先着してるんで、その6頭についてちょっと調べてみました。はい、はい、1着
キャントウェイとゴールドシップサンク仕上がってますね。当然ですね、新馬戦勝ってますからね。それ以来勝ってないですね。2着が2回あります。しかしですね、2着ベローチエラ、おお、はい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 、はい、これ京都新聞杯3着ですね、今年の1勝馬ですけど、まあ2着が2回で京都新聞杯も3着みたいな、だから強い馬出てるんですよ。3着テリオスサラ、聞いたことないですか？あります、あります、ありますよね。フラワーカップも出てましたねみたいな3連続7着なんですねフェアリーステークス、クイーンカップ、フラワーカップ3連続7着で、今お休み中です、うん、微妙戦績微妙いや弱くもないけどそうそうそう飛び抜けて強いか、強い馬もいないっていう。4着アルテアシップっていうシルクの馬、4戦未勝利、これ思い出ます、うん、いや、あのアルテアシップ引退しました確か引退しました、アルテアシップいつの間にだよ。5着クラウンクーロン9戦未勝利、でもここ2戦が2着3着なのでなんか勝てそうっていう、まあだから今回の友達はベローチェーラとテリオスサラですかね。はい友達、チームモスクワスターに入れてあげる。チーム君たちの近況はしっかり追うから、モスクワスターの分を背負ってるということ、チームモスクワスターの名をですね、怪我さぬような活躍を期待しております。じゃあこの馬たちが活躍したらまたおめでとうって取り上げましょう、はい、当たり前じゃないですか、チームモスクワスターですから、はい、ネタがないんだよ、ちゃんと更新してくれよサンデーさんよ確かに、そうしたらどんどんネタが増えますので、そうお願いしますよっていう、はい、今週のモスクワスター友達が増えたという話でした、はい、じゃあ今週もありがとうございました。皆さんの、新馬戦出資馬が勝ちますように。さよなら、ありがとうございました、頑張りましょう、ありがとう、また来週。